が19人、うん、女の子が70人、めちゃめちゃあるよ。キスパス急すぎてもう歯がガーン当たってごめんごめんみたいになって男のためのバラエティチャンネル全力マンキーシーズン2。男性視聴者 89%、 どうもカツマンです。カノンです。バイオス。はい、どうもカツマンです。どうも。女性の粘膜独り占め、石田です。こんにちは。やりにくいファイヤー、まあ、今回はコラボっていうか、まあ、ゲストで来ていただいてるんですけれども、男の遊び企画をちょっとみんなで一緒にやってもらおうかな。おお、人気企画よ。15段目、はい、男の遊び企画と世の中にある男のための遊びを体験して面白おかしくレビューしていく企画である。前回は第14回で過激なコンカフェっていうのに行って、はい、5万ぐらい使って結局発射できず惨敗ですわ、惨敗ですわ。今日の遊びは相席ラウンジです。ちょっと相席ラウンジ誰か説明してくれないですか。簡単に一番行ってる人誰なんですか。どうしよっかなって感じ。何でしたいやん。どんな気持ちで行こうと思ってるっていうところによるのは、ほんまに俺らはさ、相席ラウンジっていうものに関して、うん、一般の人よりちょっと行ってもうてるから、うん、なるほどね。まず相席ラウンジも説明せよ。ちょっと分かりやすい。そんぐらいの説明をお前がせえ。相席ラウンジのシステムはそんなの分かるから分かる。説明しよう。俺ら聞くしかないなと思って待ってたの。絶対できてない。全力満期。簡単に説明すると相、はい、席屋で、まあ、一番有名な、はい、居酒屋形式の相席スタイル。相、はい、席屋のちょっとなんていうんですかね、品があるというか、まあ、ラウンジチック洋風な感じのことで、まあ、女の子をゲットして、はい、パーコリファイナルよ。相席屋と比べるとちょっと値段が高い分、来てくれる人もなんかその上品な人が多かったりとか。いや、この人がほんまちゃんと説明できんから俺が仕留めたろうか、ムカつくな。女の子は無料やから普通に可愛く来んねん。ただで飯食いに来る女がいっぱいいるってことですね。イメージよ。でも相席屋と違って店の中が綺麗から、ボロボロの女の子恥ずかしく入ってこない。なるほどね。日本ってボロボロの女の子。まあでも分かりやすいから。まあ、ゴールが発射しないといけないということで、うん、マンキンチームはね、ひもて代表みたいなところがあるんですよ。だからあんまりそうクラブナンパとか相、うんうん、席屋とかストリートナンパとか、うん、直接京都口説くみたいなのが苦手なんですよ。苦手ですね。2人とも苦手やから、助っ人がいるということで今回のことを。いや、めっちゃ頼もしい。テレビに来てもらったんで、今後も全て僕たちを呼んでほしい。人の金で相席屋行けるなって。ただ今回は3人で行ってもらう。まず勝本さん、あなたは絶対行って、はいはい、で、コスモ側から1人、ステレ側から1人、はい、おー、なるほど。もう発表していいですか。ステレ側は、はい、庄司くん。よっしゃ、はい、で、コスモ側が、はい、新一くん。このイケメン2人やったら、もう、アシストできるでしょ。で、俺をアシストしてもらう企画って、そういうことです。僕はいかへんの。あ、お前はいかへんの。あ、僕いかへんの。なんか、おなくらとか言ってる。時間も一応決めて、はい、2時まで、うん、2時タイムリミット結構ある、結構ある。でもめっちゃ難しいと思ってて、アシストっていう面で言ったら、俺らはその松原かっちゃんと一緒に相席屋に行くとかって、松原と女の子ができるようにアシストめっちゃ頑張ってきてるから、その難しさはほんまに分かってて、うん、いや大丈夫。新一ってさ、かっこいいところより嘘つくのがめちゃめちゃ上手いところなんですよ。ほんまに大丈夫。だから庄司やったら、うん、ほんまにもう勇気をめちゃくちゃ出していくけど、うん、もうその後の責任は全部基本的に人のせいにするから、うん、いや嘘つきと無責任が。成功確率何パーぐらい。僕は 50% です。運もあると正直、うん、女性がドリキじゃないとか、うんうん、聞いたもでかい、聞いたもでかい、70% です。何やでか。ほんまに思ってるやつ、ほんまに思ってるやつ、ごめん言われへん。なんでやろ。それが仮に低かった時にさ、持ち帰り下がるやん、うん、でも絶対通そうと思ってる。そん中でも俺は、うん、新一ができる可能性何パー。90。高っ。じゃあ勝つもん足したら100か。じゃあ俺10%。今回は特別ルールで、勝門さんが有名人っていうことを絶
対に言ってはいけない。一般人男性として今日は言ってもらいます。それは全員ね、3人とも。ここにね、登録者数言ってからしか抱けてないのに。そうだね。恥ずかしない。自分で勝ち取ったもんやから恥ずかしい。まあまあまあ。職業はかっちゃんは？俺前の職とかにしようか。SNS 系とか。はい。IT かっこいい。IT かっこいい。テレビの制作会社で AD やったけど、ディレクターやってました。まあ、それぐらいやね。今流行りのフリーのディレクターやりながら IT もやってるみたいな感じ。怖いね。僕は消防士で行きます。違う髪の毛なんで夜勤の消防士で。フランチャイズの消防士な。フランチャイズの消防士なんや。僕の会社で働いてる社員とかにしよう。あ、そうやな。ドレスつけた方が勝野くんが上司で俺が部下。勝野くんが上の方がいい。確かに上やったら少女は28にしようよ。ああ、なるほど。先輩でめっちゃええやん。勝野30。え、なんでやねん。29でやる。29だ。いや、死んでない。俺を決めてたのは南青山のバレンシアガの社員。うわおしゃれ。僕が知り合ったのは、SNS とかのマーケティングとかもしてて、なんか、仕事関係、洋服関係の知り合って。完璧や。普通に聞きたいんですけど、一番あるあるな、抱くまでの流れって。確かに。なるべく早く出た方が良くて、相席は自体は。この後どこ行くっつって、女の子をすぐお店から出すようにしててんだ。なんかその場所が家じゃなくても、居酒屋であったり、カラオケであったりを、俺は基本的に目指してた。現状、どんだけ男性と女性がいるのかっていう。はいはいはい。がホームページで見れるんですけど、9時54分で男が19人、うん、女の子が70人。めっちゃめちゃいいやん。めっちゃいるやん。ハッピーエンド。え、まだやんねん。だからや。一応予算10万渡すんで。おお、ダイナミック。そこをどんだけ抑えるかっていうのを、まあ視聴者さん楽しみにしてね。なるほど。なんならホテル代も。めっちゃサングラスでかなりました。絶対ウケるやつ授けてやろうか。一回な、あの合コン行って、はい、で女の子を笑わせられたらキスしてくれるっていう合コンがあった。最高やん。その日ね、なんかすげえみんな調子悪くて、おい、やばいやばい、もう絶対キスしたいと思ったから、パって火つけて、タバコ手取って、ジュッてやりながら、笑って笑って笑って、笑って笑って笑ってって言ったら、笑ったから。笑った。さあ、いよいよ行きますか。おのおのが楽しんだ方がいいっすよね。勝門に女流すとかの前にまず俺らと目の前の女の子が楽しもう。そう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 。を一番に。だからチェンジだけ。そう。どう何を言ったらチェンジ。来ましたって言いますよ、僕は。来ましたーみたいな言ったら、あ、チェンジしたいんやな。ああ、なるほど。なんか急に行きましたーって言ったら意味わかんないやつやから、ちょっとその流れに合わせてバレないように言ってもらうみたいな。コスモイツテレは飲みゲーとかスマートに抱いて行ってる。みんな飲まさんかも。俺だけ飲まれへんし。新人よりそんなの1000円。これは飲ましたりはせん。例えば33やとしたら6人で喋ってるけど、だんだんここに喋るようになっていって、はいはいはい、俺と何々ちゃんちょっとどっか行ってくるわで消えていって抱いてるっていうパターンが多い。2人で抜け方が分からなくてスマートに行ってる時ってあんの？普通に送るから帰るわバイバイで、もうすっとこっちの自分自身が連れてくれて、女の子自身にはもう一緒に帰ろうってことは確約してて。あ、なるほどね。とりあえず何も言われへんから、普通にもう一緒に出たら何も言われへんから。あ、じゃあ先に確約させてるパターンが多いってことですか？連れて帰るときにみんなの前でなんか喋るの前にまず差しで会話がして確約できない。なるほど。それで帰られへんからな。なるほど。それをもう知らんかったっす。おお、そうかそうか。から行きまーす。向こうのテーブルの方が楽しそうな感じ。なんか悔しいな。こっちも楽しそうな感じで。いや、そう、うん、あ、乾杯しましょう。乾杯しましょう。俺はマジでカッちゃんって思ってるから、カッちゃん。下は勇気。勇気。勇気。なんて言うの？めっちゃいいですよ。カッちゃんで。カッちゃんで。そこをもっとゆうちゃんとかにしてほしかったの。今日は。あ、ごめんごめん。今日はあるから。今日はカッちゃんじゃなくて、今日はっちゃけたい日やから。あ、じゃこの子が行きたいって言ったんですか？行きたいじゃないけど。この子が。誰が行きたいって言ったの？それで言うたら俺かもしれない。最近全然女の子と飲む機会もないし、Tinder とかさ、マッチングアプリとか流行ってんねんけど、めんどくさくて、あのやりとりが。確かに。だって会って分かることしかないやん。お酒入ると私はダメなんで。なんで？あ、入れない。え？ノンアル？飲んだらどうなるの？飲んだらそう。あ、落ちる派ね。いるよね。今日この時間に飲んでるってことは明日仕事休みです。大自然に来てるってことはさ、一番早いお酒がただやからとご飯ただやからっていうのを。普段出会いも普段出ますよ。あ、いいね。そうっすね。俺らそうやな。普段出会いが多すぎて。あ、マジで。職場ではもちろんなし、かといって合コンとかもないし、うん、
二人に勝野くんが桂勝野が仕事してるとこを見せたい。どういうこと？そんなすごいの？すごいよ。ほんまにえぐい。俺とかやったら終わらん仕事をすぐ終わらせてくださる。ここ4くらい？17。17？ 見えないからもうここにいる。朝の例えば好きやった人とどっか行ったりするの？カラオケ行ったりとか。ああ、行かない。で、行くとしても5時じゃなきゃ。さっきの2時間の人は楽しかったんですけど、新宿の2軒目怖い。なんかその日誘ってくれる人。ああ、なるほど。確かに、確かに。なるほど。これ食べてもいい？僕ら注文できるんで。サーモン、三種盛り。ありがとう。ああ、行きました。素晴らしい。絶対、ああ、サーモン、三種盛り。ああ、行きましたと思ったら。どれぐらいいるんすか、今。1時間ぐらい3年ぐらい前にちゃんと食べて頑張って稼いだ金はここのビットで使うみたいな。ほんまにずっと乱行を続けてる日々があってん。いきなりすごいな。でもごめんごめん、でもそれは分かるで、めっちゃキモいと思うねんけど、そんな経験もやっぱ経て今落ち着いてるからさ。引きこもりのやつとめっちゃ遊んでる乱行してるやつどっちがいいの？でも引きこもってました。じゃあ29と30ぐらいになって、なんかちょっと犯罪集みたいな感じで犯罪稼いでます。おお、それを聞きたかった。肯定してくれた。なんか私ずっとタロスがいたんですよ。はい、へえ。だから遊んだことなくて、今はでもフリーで。この時間飲んでる人はさ、朝まで飲む予定なの？朝まで飲むかタクシーで帰るかどうか。全然話変わるけど、はい、スーパーカップしてるか、はい、アイス、あれアイスクリームじゃない？まだしない。私は終了時間でして、男性のお客様ご移動の方へ。男性が移動なんだ。ダブル社からご移動の方へ。あ、分かります。男性移動なんだ。乾杯。すごい、めっちゃ重いな。やるよ。お酒飲んだ。めっちゃ飲んだ。シャンパンとかテキーラ飲んで。イエイイエイイエイ。なんか飲もう YouTube 関係の。違います。俺は IT 関係、会社立ててアプリとかも作ったりとかしてて、そう、ここの同じメンバーで部下で働いてる。でも経営者なの。すごい。何飲むの？絶対飲むの。もう一軒行ってもいいで、カチちゃん、ここで。もう一軒ダメだよ、まだ合流しません。いいよ、行けばいいです。パンツ見えそう。パンツ見えそう。危ない危ない。パンツ見えそうか。見えるか。あ、わかんない。一番楽しい。男ってさ、乳首感じんだったの、高校生の時。感じる。でも感じるやん。でも、今当たり前に乳首触られながら喋ってるやん。お前乳首。待て、俺の乳首の話聞けよ、お前。らしい。お腹減ったんじゃん、酔っ払った。本当に？いや、もともと俺ら2時ぐらいに出ようと思ってる。本時期出ようと思ってるから、ここで注文するよりは。3歳だから、不利やねん。不利の方が。次行くとこを考えよ。別に解散でもいいし、そこで、うん、一緒にいるよ。よし、はい、ありがとう。ありがとうございます。浄水しきってるやん。どういうことや、これ。やってるやん。え、ベロベロ。部屋の中に、部屋の中に行け。お前ら、ベロやし。どういうことや、これ。どうしたんや。集まれ、みんな。カメラ回せ。座れ。ってはる。コメントくれたら、もっと勝門いじめるで。ただいまの時刻、4時10分でございます。どうした。あれ、おい、一人しか帰ってきてない。なんでやねん。全然わからへん。おい、税力満金やな、これ。ちゃんと寝る。そうですよ。どういうことやねん、これ。どっか行きはったよ、二人とも。え、女の子と。はい。なんやこれ、お前ら。どうなってんだよ、これ、お前。舐めてんのか、俺らを。企画書し考えろよ、これ。なんでそんなことなんすか。確かに、全然教えてよかった。俺が、卵吸ってる間に、誰もおらんかったわ。味方に巻かれてるやん。ちょっと待って。そんなやつか。それは言い過ぎたけども、庄司君はおらんかったわ。出てたんすよね、4組目ぐらいで。一緒に出たんや。めっちゃキャンセルして、チェンジして。4組目でめっちゃエロい子来て。はいはいはい。めっちゃいい。俺の乳首とも触ってた。あっちは結構もうノリノリで、どっちか選んでって言ってくるぐらい、こっち側が。でも、一回
その俺ら3人で、うん、タバコ吸ってマジで考えていいね、うん、3人で誰を指さす、どっちか被るわけから男側の、うん、はいはい、俺が1人にして庄司君と定一君が被る方にすんのか、うん、逆にもうその 3P OK そうな子を俺が被らせんのかみたいな話、あめちゃめちゃ難しいチョイス、はい、最初は俺はやっぱ俺を1人にしてくれって言ってたんけど、やっぱ2人は、うん、いやもう庄司勝つもん、うん、今日4組行ってきて、うん、誰もお前のこと見てないとやったら、うん、その 3P の方で、うん、おこぼれ勝門の方が可能性あるんじゃないかと、はいはいはい、メインはそのしんいち君か庄司君ってやって、はい、それ信じて、うん、じゃあそっちでいいですわ、うん、言ったのに一、うん、人の子がね庄司君に食いついてたんで、しんいちと僕がかぶる方にして、うん、しんいち君になんとかアシストして、うん、まあ、3P 行けたらなみたいな感じでカラオケに行けたんよね、おーでね、なんか女の子2人がずっとディープキスして、ノリのいい感じで、はいはいはい、めっちゃなそれ、なんかチーム分けが決まりましたから、もう庄司君はもう行ってと、はい、で俺としんいち君でもうなんか単品に持ち込むみたいな形の予定だったんですが、はいはいはい、まあ、めちゃめちゃこんな感じで飲みまして、うん、僕がタバコ吸ってたら庄司君とその赤ちゃんってお腹はもういなくて、はいはいはい、しんいち君と女の子と僕と空間になって、うん、でこれはもう単品ちゃんとかたまったんですけど、まあまあまあ女の子はまあどっちか決められへんみたいな。そうやな、しんいちくんがなんかもう行きたそうにしてて、方々のしんいちくんが帰ればみたいな、はいはい、帰ればって言ってるかわかんないですけど、クニーと喋ればみたいな。いやいや、どういうことお前ら。しんいちってそんな別に男友達とか大事にするやつやから、そんなひどいことせえへんと思うけどな。しんいちとしてもその勝門の熱い気持ちを出してほしかったんじゃなかったか、正直もう先行った方が楽かなと思って行ったんやと思うし、そう俺もな、もう流れ的に分かってて、俺はややこしい存在邪魔者だと。しんいちと正直が持ち帰りして一人でここに帰ってきたってこと、庄司君が女の子と出ていく姿は見ちゃいました。それを撮影した方と、しんいち君が今カラオケで残りました。ただ、庄司君がどっか行った女の子とディープキスができました。庄司君3回中、俺1みたいな、そのおこぼれをもらうみたいな。はい、悔しい中でしたね。でもそれさ、かっちゃんがそう思ってるだけで、実はしんちゃんとかがしてたアイコンタクトとかが浮きみたいな。そうなんだ。やった可能性もあるんじゃないの。でも庄司さんはもうバーって言ってたから。一応僕の方でリベンジ企画考えてますので、うん、次回やりましょう。なるほど。おで今回一応チャンネル厳しかったやん。有名人っていうのを言えない。確かに、うん、それで全部撤廃した状態で、さらにワンランク上の部屋でっていうのを考えてますから。僕らも待ってる側に男の遊びしてたんです。うん、ここの3人は言ってました。ミロンが女の子に乳首触られた後、1万円かつ上げされてた。え？全部本末。で、その子の名前がカちゃん。おい！あいつ誰の乳首を触ってんだ。だからライン交換。そうよ、ね。俺らで飲んでた時、カちゃんはミロン君とエッチしたいの言ってた。え？うん、そうよ。なんでシーンがあったの？で、そういう状況だったのよ。で、もう僕のこんなんこんなん。食べいけるぞ、でじゃあ出ようかみたいな話になってるけど、庄司君と一緒についていた女の子がストッパーみたいな感じやって、タリロンがぶちられたぐらいの時に勝門から電話かかってきて、しんいち君が今カラオケを行ってるやん。しんいち君もじゃあこれでしんいち君から何やねん、全力満期の動画やろこれ。故障ハイツ205大好きやん。でも思ったより全然むずいな。これがまあ社会の縮図よ。なんか言いたいこといろいろあるけど、勝野のことを今俺は抱きしめてあげてる。頑張ったな。見れへん見れへん。お大工かけたり見れへん。え、ちなみにおいくら万円使ったんですか。全部2人が行けてるかどうかまだ分かんないです。確かに行く間際しか。まあでもどっちかは行けてる。でもよかったです、どっちかは行けたら。まあ今回結果は一応ある程度分かってる状態で、一回じゃあちょっと暫定の点数決めよう。ドーッ81点。ええ高い、高い、なんで高い。一人で帰ってきたのにもかかわらず、めっちゃ楽しかったよ。なんで？めっちゃ面白かった。5万負けてるし、チャンネル登録して。お疲れ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 。とりあえずおいで。どうなったどうなったんですか。気まずさを若干やっぱ。発問的にはしんちゃんと庄司くんが抜けがけした。俺をもう見捨てて気負った。アテンドじゃないんか。怒ってはいた。
何も言い返されへんやん。いいよ正直に。確かに庄司は抜けていってんけど、あの庄司が抜けていったのは完全にチームで考えてよくやったなって感じの流れではなるほど。男さん女2でめっちゃ可愛くて、当初から勝門の乳首みんなでいじるとか、はいはい、乱交ほのめかすやん、いや確かにみたいな空気感は相席屋の中でできてて、で移動してカラオケ行って、そこからもう急にちょっとおのおのでキスするパートナーになる。なんか勝門が言うには最後帰れ帰れっていうアイコンタクトをしたって、それに俺はもう乗っかったよ、明日仕事あるとか嘘ついて。そんなしないよな。遅かったで。何がもう30分以上前から出してた俺。無理やと。なんかその女の子2人ともベロベロで乗りよかったよ、はいはい、女の子のうちの1人が急にこの後どうするか決めるんだったら、男の人たちが好きな方を指差しなよみたいな言って、男3人で喫煙所で相談していいって作戦会議しに行って、お女みたいなこと男でしたね。庄司は今隣にいる子をすごいハマってる感じやし、うんうん、ちょっとこの子はいい感じかなと思ってみたいな、うん、で勝門自身も隣にいる女の子やったらちょっといけそうみたいな、うん、しんちゃんどうみたいな、俺は別にどっちでもいいけどな、うん、投票を分布させるかみたいな、はい、カツモンが選んだ女の子はカツモンの乳首触ってくれとかだし、はいはいはい、ちょっとイチャイチャしたしいけるんじゃないかなみたいな言った時に、庄司がずっと言った言ったイチャイチャしてた女の子を新一も庄司も狙うっていう構図を庄司は嫌がってなまず、はいはい、ちょっとその感じあった最初そうやって自分の欲望に負けてちょっと色それ出てたんや。でもカツモンは当初の企画通りの、俺が女抱くんやったら君ら二人はこの女の子狙って僕だけこの子狙っていいって、はいはい、相談受けた時に、俺も庄司もまあええけどみたいな頑張ってそらそうとしてるやん。まあここまで来て分かりました、人選ミスです。いやどうなったのその後。そうよ、ちょっと気になるんですけど、残してずっと勝つもん気にしてる状態。ああ、この飲み会の支払いも満金側の経費で落としてるやん、うん、はいはい、ってなったら勝つもんの財布から支払ってるっていうのを見てたから、はいはい、この人支払いもしてんのに、うん、そのじゃあほんま初めては男女2人が中ディープキスしてるとこを何がダメだったんだろう、なんかあげるとしたらダメだったって、何もダメじゃなかったんです。え、正直的にはさ、言うた庄司とペアの女の子は、うん、勝門にもキスさせてあげたりとか、ちょっとそういうパスも出してて、ちゃうねんな君ら、ほんまにパス出して、ちょっとキスさせてあげたり、俺でいいキスパス急すぎて、もう歯ガーン当たってごめんごめんみたいになってその例の女の子と、はい、俺と勝門の3人で一旦残る空気時間になってんな、庄司、うん、が女の子連れて出て行ったから、うん、で3人でいる時の空気で、もう そっからもう手短に話すわ、うん、普通にもうカラオケでしてできるってなったのに、なんか俺カラオケの中ですんのはさすがにやばいってなったから、ホテル行こうって言ったら、ホテルは無理、家は無理、1日目はホテル家は無理やねん私って言ってて、でもカラオケの中でする感じだったのになんでって思って帰った。この2本の指は入った。えぇ、ー、そんな YouTuber おりません。その指やめさせてもらったら、なんでやんでやねん。両手でいきた。きんじゃあ、まあまあスタジオもね、もう時間なんで、はいはい、まあ庄司くんがどうなったかっていうのは、ね、まあ次の動画で分かりますんで、ね、パイパンっぽくない、あの子。無毛感はありました、かなり。ちょっとだけあった。ちょっとトークテーマが YouTube 外れるぐらいヤバい。どうも勝門です。いやー、せっかくアシストしてもらったのにいけへんかった、もう悔しい。でも次の動画は YouTuber ってことも言うし、 VIP 席でリベンジします。相席ラウンジ絶対勝つ。